こんばんは、国家公安委員会委員長、拉致問題から防災担当に、再任されました中井宏です。どうぞよろしくお願いいたします。総理からは国民の安全を確保するために治安の確保に全力で取り組む、災害対策や被災地の復旧復興に万全の対策を行う、国の責任において拉致問題の解決に取り組み、すべての拉致被害者の一刻も早い帰国に向けて全力を尽くす、そして、原子力安全委員会に関する事務も務める、こういう指示や任務を頂戴をいたしました。この8ヶ月余りの経験を生かして、取り組んだ問題、これから取り組まなければならない問題等に、全力を挙げて頑張る決意です。どうぞよろしくお願いいたします。以上です。何か大臣、これまでですね、組織の強化や情報収集や反復の働き方などいろいろやられてきたと承知していますけれども、今のところ目に見えた大事な指示というのはございます。時間がかかる面もあると思いますけど、そんなに時間をかけていられないという面もあると思いますが、やはり今後拉致問題の解決進展に向けて、時間的な面も含めてどういうようなプロセスで解決に向けて進んでいくか、その考えをお願いします。はい、ご意見は分からないわけではありませんが、相手があることですし、しかもああいう国ですし、ああいう指導者でありますから、なかなかこっちで考えたスケジュール通りというわけにもいきません。前政権下からありとあらゆる法等を使って、とにかく全力で挙げて、突破口を開く、こういうことでやってまいりましたし、体制は作ってきたと考えております。さらに、集中的な情報収集、そしていつでもどこでもどんな時でも交渉する用意がある、こういう心構えの下で、解決に、全力で当たっていきたい、思っています。どうぞ。CBS にはです、情報収集についてはいろいろとこれまでも情報を追いかけるということをなさってきたわけですけれども、引き続きさらに重点課題というか、どういうことに重点的に取り組んでいかれるか。従来もおやりになってたとは思いますけれども、そういう情報収集の蓄積がですね、引き継がれていません。これは大変残念なことだと考えております。出せるところには出していただいてはおりますけれども、結局空白があったと言わざるを得ない、このことは残念ですが、そんなことを言うのが私の役割ではありませんから、ありとあらゆるこの情報網にこの接触をして、そしてそれを追っかけていく、分析をしていく、こういう今状況をスタートさせたところであります。どうぞ。読売新聞の長谷です。クリーンな民主党ということをですね、長谷さんも関西に持ってらっしゃるんですけども、政治家の問題についてですね、クリーンで明るためにはどうしたらいいのか、何が一番大切かということで、もう一点がですね、福田さんの問題なんですけども、政治心や官房というのがあると思うんですが、その対処についてどう考えますか。政治とお金という問題については、私もかなり古くからこの世界に出させていただいてます。昔に比べれば随分クリーンになってきてると感じてます。またお金を使わなくて済むようになってきてると感じてます。で、これは普段の国民の皆さんの監視、マスコミの皆さん方のご批判、そして政党や政治家のこの改善の努力、制度改革、選挙制度を含めた制度改革によるものだと思っています。これからも絶えず国全体で政治と金ということについてチェックをしていく、こういう厳しい目が必要だろう。
で、またそれを受けて政治家、政党自身が襟を正していく、こういう方向が必要だろうと感じています。小沢さんの問題については、ご当人がご判断なさるべき問題だと考えております。政倫審に出席云々という問題も、今の現状では小沢さんが出るとご決断なさって、委員会が開かれる以外に道はほとんどないだろうと思っております。そういう意味でご当人の判断、お任せをしたいと私は思っています。はい、よろしいですか。中井大臣、ありがとうございました。はい、どうぞよろしく。